初期のキャプチャの例。人間はこれをハトクスと認識できるが、機械にとっては困難である。キャプチャは、チャレンジ、レスポンス型テストの一種で、応答者がコンピュータでないことを確認するために使われる。Wikipedia においても、ログインしていない状態のユーザーが、外部リンクを追加する際、スパムの防止のためこの種の認証が用いられる。外部リンクを追加しない場合にも乱用される。 この用語は、カーネギーメロン大学のルイス・フォアン、マヌエル・ブラム、ニコラス・ジェイ・ホッパー、IBM のジョン・ラング・フォードによって2000年に作られた。キャプチャという語は、Completely Automated Public Turing Test、2 Tell Computers and Humans Apart の、バクロニムである。認知ソフトウェアに対抗するために難化が繰り返された、結果、すでに人間の認識が困難になるほど難化しており、 本来の目的を果たせていない場合がある。もっとも一般的な画像によるキャプチャの場合、次のように画像に記されている文字や数字を読み取ることができるか否かによって人間と機械を判別する。キャプチャシステムはランダムな文字や数字の列を画面に表示する。表示される文字は歪んでいたり一部が覆い隠されていたりして、機械が自動的に読み取ることは難しい。 ユーザーは画面に描かれている文字の列を読み取り、同じ文字列をシステムに入力する。システムが表示した文字列とユーザーが打ち込んだ文字列が一致していれば、ユーザーは歪んだ画像を認識する能力を持っていると考えられる。システムはそのユーザーが人間であると推測する。システムにアクセスできる人間を日本語使用者に限定したい場合、画像の文字種をひらがな。 カタカナに限定する。応用として、画像の文字種で、アラビア数字のみを入力させる場合、アラビア数字そのものではなく読み方をひらがなカタカナで表示する。コンピュータがテストを監督することから、人間が監督する、標準的なチューリングテストとの対比として、キャプチャは時に逆チューリングテストとも呼ばれる。また、複数の画像の中から指定された画像をすべて選ぶ。 私はロボットではありませんと呼ばれるものも存在する。キャプチャは日本語では画像認証とも呼ばれている。キャプチャはもともと1997年にアルトビスタのアンドレイ・ブローダーとその同僚たちによって、ボットが彼らの検索エンジンに URL を追加するのを防ぐために開発された。彼らは画像を OCR による攻撃に耐えられるようにする方法を探していた。 ブラザー工業のスキャナの取扱説明書には OCR の結果を改善するためには均質な活字面、無地の背景を用いるよう勧められていた。そこで彼らは取扱説明書に OCR 認識の結果を悪くすると書いてある条件を真似て最初のキャプチャを作り出した。ブローダーによればキャプチャは検索エンジンへのスパム追加を95%削減できたという。 キャプチャはボットが主事のコンピュータのサービスを使うのを防ぐために使われる。応用用途として挙げられることとして、ボットがオンライン投票に参加したり、無料メールやサービスのアカウントに登録するのを防ぐことなどがある。さらに最近では、ボットが生成するスパムを防ぐために、メールメッセージが配達される前に、送り主がキャプチャテストの通過を要求することなどがある。また、キャプチャは、 人間のリソースを使うこととなるが、この労力を人間であることの確認以外にも、文書の電子化に使うというリーカプチャプロジェクトも行われている。定義より、キャプチャは以下の特徴を持っている。視覚認識の問題に基づくキャプチャは、視覚障害を持ったユーザーが保護されたリソースにアクセスする際の妨げとなる。キャプチャは機械家族ではないように設計されているので、 スクリーンリーダーのような支援ツールでも解釈できない。しかし、キャプチャが視覚的である必要はない。例えば音声認識のように人工知能によって解くのが困難な問題であれば、キャプチャとして使うことができる。ユーザーが音声認識問題を選択できるようなキャプチャの実装もある。しかしながら、音声キャプチャの開発は画像キャプチャよりも遅れをとっており、 あまり普及はしていない。また、テキストの意味を理解させるような問題も、キャプチャとして用いることができる。例えば、論理パズルや常識、計算問題などである。W3C による論文では、キャプチャのアクセシビリティ上の問題点がいくつか示されている。キャプチャを回避するために、おとりウェブサイトでユーザーを集め、彼らを騙して、 キャプチャの問題を解かせるという手法が取られることがある。ユーザーがスパマーの解説したおとりウェブサイトを訪れると、スパマーのサーバーは攻撃対象のサーバーにアクセスし、アカウント取得等の処理を開始する。そして攻撃対象のキャプチャをダウンロードし、おとりウェブサイトにアクセスするためのキャプチャとして、ユーザーに提示する。ユーザーは、キャプチャが再利用されるとは知らずに、正しい回答を提供する。 そしてスパマーは、その回答を利用し、攻撃対象のキャプチャを突破することができる。また、大量の人員を雇い、彼らに溶かせるという手法もある。W3C の論文には、そのようなオペレーターは1時間に数百のキャプチャを解読できるとある。一方、この手法は、経済的に実行不能であるとする指摘もある。モリラは IEEE CVPR03 において、 最も有名なキャプチャの一つであるイージー銀ピを突破する手法を証実した論文を発表し、その手法は92%の確率で突破可能であると検証された。また、より複雑であまり広く普及していない銀ピプログラムが同じ手法により33%の確率で突破された。しかし、彼らのアルゴリズムが実際に実装され、利用されているかどうかについては、 現時点では、はっきりしていない。機械による解読も、巧妙になってきている。ポンチのようなプロジェクトによって、広く普及していたキャプチャの解読制度が目覚ましく、進歩し、結果として、キャプチャを過剰に軟化させることとなった。文字認識技術や、おとりウェブサイトによらず、基地のキャプチャ画像のセッション ID を再利用するという手法もある。視力に、問題のない人にとってさえ、 知能化が進む認知ソフトウェアに対抗して設計された新世代のキャプチャは解くことが著しく困難である。すでに無視できないほどの人数の認識能力を上回っており、結果として人間の応答すら遮断してしまっている。キャプチャを認識できなかった人々は応答を諦めているものと考えられ、そのような人々にとって過剰に軟化したキャプチャは単なる障害でしかない。 Python Java PHP パールクラシックアスプネットルビースモアルトックありがとうございます